発表します。あたぼチャンネル。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。はたぼです。はい。今日はね、久々に動画を撮っているということは、伝えたいことがあります。1月、5月、6月、7月と4ヶ月間イベント出させていただきまして、ちょっとね、5月のデザインフェスタの時に、横浜ハンドメイドマルシェの分、6月の分なんですけど、作っていたんですが、それをね、念のため予備で持って行っていたんですね。さすがにと思ったんですけれども、まさかね、横浜ハンドメイドマルシェの分も、売ってしまうことになるとは思っていなかったので、そこからがね、大変な大惨事になりました。出したらいいんですけど、その後、もうほんとね、苦しみました。イベント終わって、ずーっと作り続けて、なんとか横浜ハンドメイドマルシェと、7月の h m j、 このね、3日分を、1ヶ月で作りましたね。まあ、大変でした。こんなことがあるのかっていうぐらい、ぬいぐるみをね、作りましたね。史上初の出来事でした。でもね、それもね、ありがたいことだと思っています。三四郎をね、気に入っていただいて、インスタでね、見てきましたっていう方、そして、現地で、たまたま見つけて、買いに来ましたと。いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、たくさんの方にね、三四郎を見つけていただいて、とてもね、私は嬉しいです。ありがとうございます。そんなね、私から、今日は、9月以降の予定をお伝えさせていただきたいと思います。今日はね、以前使った残りのクラッカーを2つ用意してあります。これをね、使う日がやってまいりました。では、発表します。9月は、なんと、4月に出せなかった東京ハンドメイドマルシェ。こちら、水道橋駅、東京ドームシティ、後楽園ホールの向かい側、プリズムホールで行われるイベントなんですが、初日の土曜日、出店いたします。まあね、これ無理だと思っていたんですけれども、なぜか、通りました。なんでだろう。そしてね、9月の後、一つ飛ばして、先に、11月、デザインフェスタ、60。こちらね、もう倍率がね、ひどいね、ことになってるので、もうダメだと思っていました、初めから。もう今回は無理だろうと、諦めていました。ですが、初日の土曜日、1日だけ、一番倍率高いとこ、当選しました。なんでだろう。わかんないけど、当選しました。もう絶対無理だと思ってたんで、画面見た瞬間、びっくりして、ほんとね、ひっくり返ると思いましたね。もうひっくり返りかけました。それぐらいのところを当てました。いやー、これだけでもね、結構なことなんですよ。この2つ。4月ダメだったものを9月に、そして5月に出せたけど11月は無理だろうと思っていたものを当てたんで、強さだと思ってはいるんですが、では、先ほど飛ばした10月。10月です。数えきれないぐらいのお店の方々から取り扱いしたいですというお声をたくさん、もう数えきれないですね。60、70、もっとあるかもしれないぐらいいただいてはいたんですが、先ほどお伝えしたように、私のイベントが一月ごとに入っているというような状態で、ぬいぐるみの方もストックが全くなくて、都度作って、売れてしまい、作って売れてしまいという繰り返しをしているので、オンラインショップにすら商品を載せることができないという状況が長いこと続いておりました。そのため、一切お受けすることができなかったんですが、それともう一つ理由がありまして、三四郎は自分で取り扱わないとちょっと嫌なんですね。なので、ちゃんと出しているところも見に行きたいなと思いますし、自分でお店の方にお届けしたいなというのがあるので、そういう都合もあり、すべてお断りをしてきました。しかし、今回、私の都合に全て合わせて、そしてやりたいようにやっていいですという温かいお声掛けをいただきまして、それと場所が、私は東京に住んでいるんですが、東京都内で比較的楽に行けるところで行えるということになりましたので、引き受けることにいたしました。10月、渋谷パルコ4階のニュースター、まで初めてのポップアップを開催いたします。おめでとう、三四郎おめでとう。おめでとう。いやー、クラッカーをね、2つ一気に引いたら、映像ではね、そんな大したことないと思うんですけど、爆発音でびっくりしちゃった。本当にパーンって言って。もう、うわーってなった耳が。9月が東京ドームのすぐそばのプリズムホールで行われる東京ハンドメイドマルシェ。10月が渋谷パルコの4階ニュースター様で行われるポップアップ。そして11月がデザインフェスタ60。この3つをこなします。私はこなしますよ。やりますよ。やりまーす。そんな感じで、ここからはね、怒涛の3ヶ月になるんですけれども、このようなことに関しては、インスタグラムのストーリーの方に、これからどんどん情報を出していきますので、ぜひね、フォローしてご覧いただければ嬉しいです。ポップアップは、おそらく、私の中でも決まってるんですけれども、渋谷、三四郎、オールスターズで行こうと思ってますので、いつもね、開店ですぐ売れてしまう三四郎などが、並ぶと思っていただければ大丈夫です。それと、11月は、前回のことがあるので、今回は、かなり、頑張って作って持っていきますので、楽しみにしていてください。デザインフェスタ60。ゆったりとご覧いただきたいなという方は、9月の東京ハンドメイドマルシェに来ていただくのが一番いいかなと思います。あの場所はね、結構時間流れがゆっくりしてるので、のんびりご覧いただけるかなと思います。話したいことはたくさんあるんですけれども、話し始めるとね、止まらなくなって30分動画みたいになってしまうので、今日はね、この辺で終わりにしようと思うのですが、もしかしたら、9月にもう一つ何かがあるかもしれないんですが、それがね、9月の初めにならないとわからないので、先に言ってしまって、ポシャったら悲しいので、それに関しては、もし決まったら告知を出しますので、ぜひね、気に留めといていただけたら嬉しいなと思います。できるだけ全てのご要望に応えられるように頑張ってやっていこうとは思っておりますし、皆様の気持ちをちゃんと受け止めて大切にしていこうと思っております。ですので、頑張りますので、これからも応援していただける方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いいたします。では、一番近いイベントだと9月のイベント、もしくは10月のポップアップ、もしくは11月のデザインフェスタでお会いいたしましょう。See you next time!